ウィラプリ2020動画やっていこうということでね、今回もやっていきます。週間 FP 木曜日来ました。今週はですね、当てたい選手がいるんでね、まあガチャ簡単に話した後ね、引いていきたいと思うんですけど、まずはね、こちらセルヒオ・アグエロということで、過去ね、CS クラブセレクションでは登場してたんですが、シティのね、週間では初登場かな。いやー、アグエロ欲しいね。で、アグエロがね、オフェンスセンス。であとボールキープとグランダーパスか、ここがですね4と大幅上昇なんですけど、決定力がね、そうこれ決定力が、まあ、グランダーパスの決定力って言ってたらさらにやばかったかなっていうのあるけど、それでもかなり強いですね。そうだからまあ今回はアグエロ狙っていきたいな、うん、一番やっぱ狙いにはなるかな。トップレアのところアグエロでドリブル突破プラス長所ついてると、パスのところねしっかり、まあ、さらにねグランダーパスが上がっているので脅しの部分で精度高くなってね、よりスムーズにね攻めやすくなるとはなるかなと。でオフェンスセンスがこれ99までいくからね、オフェセン99アグエロを使いたいでございますよ。で、ね、かなり熱いかなと思う。ベインエデル、いや来たね、ベインエデル、ベインエデルねマジで強いよ多分。オフェンスセンスがね大幅上昇7ですね。で今回そう大幅上昇が7なんで、今、まあ、ベースが4かな。決定力、オフェンスセンスがまずこれ7上げというね、とんでもない強化具合。いや、ベンエデルやばいでしょ、これ。めちゃくちゃ教えて、ボールコントロールもね、7上げてるんで、トラップのところも非常にうまくなってると。いやー、使う技術ね。で、まあ、両足いきますからね、さらにダブルタッチ、ルーレット。これ両方持ってるから、ミドルシュート、スルーパス、スレーシング以外、スーパーサブもあるから、ベンエデルはね、結構アグエロと同じレベルぐらいで当たりの選手というか、もう引くならね当てたい。そうだからもう個人的にはこのアグエロ・ベンエデルが今回の週刊 FP でも頭一つ抜けてるぐらいで強いかなという感じで当てたいですね。ハンダノビッチも強い。ハンダノビッチもねゴールキーパーのところで、ハンダノビッチももう何回か登場してるよね。クリアリングはねカンストしないんだけど、他は全部ねゴールキーパーの能力カンストからのね、今回がジャンプがですね大幅上昇してるんで、まあ、横飛びのところで高さ部分でねパンチングのところでしっかりできると思う。ブルーノ・フェルナンス、本当に動画ね、あのクラブセレクションのブルーノ・フェルナンス出したばかりなんですけど、週間で登場しました。週間登場が2回目かな。そうですね。で今回がね多分一番強いかなと思いますね。と今回がボールキープに決定力上げてんのか、はいですね、ボールキープ決定力に、あともう一つが、アグレッシブネスかな。そうね、アグレッシブネスが大幅上昇してる感じで、ちょっと使ってほしいですよね。はい、そしてシティからマフレーズ来ましたね。オフェンスセンス決定力、そしてフライパスが5上げ大幅上昇。はい、マフレーズも当たれば個人的には、まあ、ドリブラーのところでやっぱ使ってみたいありますね。あとはね、またも来てるんで、またもね、ボールの技術系がやばいですよね。これ高い、めちゃくちゃ高い。まあ、スペシュン系とかはそんなにないんだけど、やっぱ収まるね。この能力確実に収まりますし、で、今回はね、ワンパにスルーパス、で、マレシア追加ですね。ワンパスルーパス、まあ、パス系が両方追加されてるんで、もうね、ドリブルで収めつつですね、味方の動きに合わせてアシストの部分。まあ、でも特にで言うと、今回、アグエロとベインエデルがね、頭一つ抜けてるかな。そうだね、ベインエデルのね、あの感じ使ってみたいよね。スーパーサブとかだいぶやばそうだけどね。早速引いていきたいと思います。じゃあ行こうか。じゃあまずは1回目と、最近週刊の引き、まあ、前回は結構良かったかな。来い、ここ行こう、こいこ、こいこい、え、来たんじゃない、ベンエデルじゃないこれ、やったね、よし、まず一発目ベンエデル、ありがとうございます、よしなんか意外とスッて引いた方がスッてくるね、ベンエデル。いやこれはね買いたかった選手なんで、めちゃくちゃ嬉しい。強いよね、めちゃくちゃ強いよね、これは嬉しすぎるな。しかもこの能力にスーパーサブっていうのがまたやばいよね。いやー熱い。ということでベンエデル、ありがとうございます。激アツすぎて言葉出ないんですけど、これでアグエロとかも当てれたらでかいね。だからまあかぶりとかでもいいんだけど、プレミア出てくれれば、まあ、アグエロの可能性がある。え、ある、ある、これ、あー、さすがにアグエロではないが、アブドゥライ・ドゥクレですね。バランサーといった感じのボックスボックスワンパ持ち、いいですね。なんかビエラみたいな能力だね。まあ、スピシュン系そんなめっちゃ高いっていう感じじゃないけど、アブドゥライ・ドゥクレもね、能力悪くないかなと思います。ということでね、ラストいきましょう。週刊ちょっと早いね早いけど、
早いけどね、やっぱり FP ガチャ、スッスッスッって言った方がね、当たる気がなんかするんでね。来た！アゲロン！いやー、アゲロンないが、これまたですね。プレミアのところでも結構いるのか、だから。プレミアだと、何選手 ?4 から5選手くらいいるのか。今回、まあ、アグエロの可能性もありましたが、まだで、またも使ってみたいところあるけど、またもちょっとまた育成して使ってみたいところありますね。はい、ということで今回ですね、FP ガチャ週間、結構サクサクサクでいた感じだったんですけど、ベインエテル来てくれたんでよかったかな。まあ、アグエロも出ればね、完璧っていう感じではあったんだけど、ただもうベインエテルがね、出てくれたんで、もう狙いのところね、やっぱ引けたんでしっかり良かったかなと。ベインエテルのね、使用動画とかもね、また上げていこうと思うんでね、ぜひ、皆さん遊びに来てください。で、皆さん当たった選手もね、コメント欄にガンガンよろしくお願いします。いや、今回の週間、まあ最初のところね、しっかりスッて引けたんでね、よかったかな。皆さんご視聴いただき、ありがとうございました。またですね、いろんな動画やっていくんでね、ぜひ遊びに来てください。また会いましょう。スンドル、ブブ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。